どうもこんにちは、神田町と申します。よろしくお願いします。やっていきましょう。今日はですね、こちらハイアルチというね、施設に来てるんですけれども、なんと今日はですね、こちらのハイアルチという施設でコーチトレーニングの体験ができるみたいなんですよ。で、しかも2500m から 3000m の標高の体験ができるということなんですよね。それやばくない？これやばいよ。え、玉城がさ、うん、大学の合宿でなんかめっちゃ標高高いとこって言ってたので、どれぐらいの、1回だけ大学合宿行ったところが 2000m ちょっとぐらい、2100とかそんぐらいで、で、この前トゥーラップスさんとかさ、ね、一緒にインターバル走とかやったけど、あそこが800から900、山中湖も800から900ぐらいで、今回それの何倍3倍、約3倍以上死ぬんじゃない生きれるか分かんないけど、でもその体験ができるということで、こんな経験あんまないじゃん、普通の山とか行かないと、ね、でもこの施設でできちゃうということで、今日はですね、こちら体験ということで、今ですね、店長さんに来ていただいております。店長さん、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。ハイアルチ店長の小泉です。あ、小泉さん、よろしくお願いします。はい、ということで今日は、この施設体験したいんですけど、本日の体験自体は30分間の、はい、まあ、トレーニングにあります。標高高めのところで30分。そうです。30分間、はい、ただ走っていただくだけで、はい、ハーフマラソンで大体21キロぐらいを走ったのと一緒の心肺機能への負荷がかかるんで。本当ですか？はい、え、じゃあ今日ハーフマラソン走るようなもんなんですか？あ、そうです。30分間でハーフマラソンと走れるんで、このトレーニングっていうのは。あ、そうなんですね。それぐらいの負荷がかかるんですね。じゃあめちゃめちゃやっぱ本当に短時間で高強度の練習ができると。できます。っていうのですね。はい、僕もちょっと今日体験したいなということで、はい、本日はよろしくお願いします。お願いします。それでは早速やっていきましょう。なんかマリオジャンプみたいな。マリオジャンプ。あ、全然これ感じないです。です。はい、ということでね、こちらの機械を使って今から走るんですけれども、こちらも標高がもう3000ぐらいあるんですか？こちら今ですね、そうですね、はい、3063ありますね。3000超えてくるぐらい。ちょっとさっきより上がっちゃってます、はい、さっきよりちょっと上がってますけど。上がってますね、はい、もう入った瞬間3000なんですよね。そうですね、今ここが三軒茶屋なので、はい、海抜 80m なんですけども一気に3000です。3000プラスって感じなんですか？そうです、いきなり。え、緊張すんなこれ。でですね、今から入っていただく前にですね、ちょっと一つだけちょっとやっていただきたいことがありまして、はい、まずこれがSPO2 系と言いまして、はい、玉城さんの今体の中にどれだけ酸素があるのかっていうのを測る機械です、はい、指をこう出していただいて、はい、はい、あー、痛い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 痛であれば、はい、体の中の酸素しっかりと入っている状態です。なるほど。なので今97から98ということなので、はい、非常に良好な状態です。ああ、なるほど。これが95を下回ってくると体のすごく酸欠状態で、はい、この中に入れませんよという数字なんですけれども、なるほどなるほど。非常に良好な数字だと思います。よかったです。ですね、ちょっと今から一つやっていただきたいことがありまして、はいはい、この場で、はい、もも上げっていうのを30秒間やっていただきたいんです。こういうもも上げダッシュ。これですね。はい。はい、でもも上げ30秒後やるとどんなかというと、すごく酸欠になりますよね、一時的に。苦しいですね。苦しくなりますよね。はい。その状況をすぐに測ります。どれぐらい数字になってるのか。あ、なるほど。酸素を使ってどれぐらいまで落ちるのかっていうのを一回実験してみたいと思います。あ、わかりました。はい、いきます。はい、よーい、スタート。よし、あ、いいですね。ナイスです。3、2、1。ありがとうございます。指お願いします。指お願いします。指お願いします。あ、いいね。30秒前と比べると今で酸欠ですよね、間違いなく。そうですね、今酸欠です、ね、はい、ご覧ください。 SPO2 が変わってないんですよ。え、あ、変わるかと思うけど変わってないと。はい、要するにってことは何かなと、はい、今までって今の状況を酸欠って思ってたと思うんですけども、はい、実際には体の中の酸素っていうのはほとんど使ってないってことです。あ、そうなんですね。そうなんですよ。じゃあ酸欠じゃないってことですか？酸欠になってないです。あ、そうなんですね。酸欠状態と心拍が上がってる状態をイコールと考えがちなんですよ。心拍が上がっているだけで実際に体の中の酸素っていうのはほとんど変わってないです。なるほどなるほど、はい、ただこの中に入るじゃないですか。はい、そしたらもう歩き始めるじゃないですか。今のもも上げ直後の酸欠の数倍の酸欠になります。歩くだけでですか？歩くだけでじゃあそろそろやっていきますか。はい、では、はい、じゃあちょっといいですか？はい、行きましょう。はい、行きます。はい、ではいいですか？入りましょう。ついに来ましたね。はい、はい、どうぞお願いします。失礼します。涼しいですね。なんか本当に標高高いみたいな。涼しいだけで
どうですか、なんかすごいめちゃくちゃ変わったかっていうと、はい、ぶっちゃけあんま分かんなくないですか。あんま分かんないですね。なんかあの先ほどちょっと脅かしみたいな感じでちょっと言っちゃったんですけども、実際は、はいはい、ほとんど平地と変わらないんですよ。ああ、そうなんですね、はい、でトレーニングしていったとしても、はい、正直あんまり分かんないと思います。あ、そうなんですか。ただ先ほどの指のスイッチあったじゃないですか、はい、もも上げした後、はい、ほとんど下がんなかったですよね。三節度合い一緒でしたね。一瞬、はい、だと思うんですけど、実際にここでトレーニングしたら、はい、先ほどの SPO2 という体の中の酸素量、はい、めちゃめちゃ落ちているんで。あ、そうなんですね、はい、ちょっと実際にやってみましょうか。はい、はい、お願いします。そしたらじゃあ両脇足を置いてもらって、はい、お願いします。なるほど。今のところどう。今のところもう普通に歩いてる感じですよ。本当平地の涼しい場所を歩いているぐらいの感覚ですよね。まあそうですよね。そしたらですね、今だいたい1分半から2分経過してきましたので、はい、先ほどの指の数字、はい、SPO2、はい、体の中の酸素量を測っていきたいと思います。はい、先ほどのもも上げと比べてどうですか。今体きつくないですよね。まあそんなきつくないですね。そうですよね。ただ歩いてるぐらいですよね。そうですね、まあ、ちょっとこれまだ慣れないと思うので。出ました、ご覧ください。92.3? 落ちてる。92? はい、ちょっと落ちますね。これ92ってどれくらいの数字かというと、人間っていうのは95の酸欠状態を切ってくるとただ生命の危機感じるって言われてるんですよ。今それぐらいの酸欠状態だったんです。生命の危機ぐらいなんですね。今30分で2時間分のトレーニングができるんで、ハーフマラソン1本分です。あ、そういう仕組みなんですね。そういう仕組みなんですよ。すごい。ただ、はい、きついかというと全然きつくないですよね。今は大丈夫ですね。もも上げ3分40秒できないじゃないですか。もも上げを今3分40秒やってる以上の酸欠状態をずっと続けてるんですよ。歩くだけでですか。そうです、これがポジショニングです。マジックみたいですね。マジックなんです。ありがとうございます。出てきた。あ、出ました。あ、見てください。88。うん、めっちゃ落ちるよ。めちゃくちゃ落ちる。これ人生で一番酸欠、間違いなくなってます。間違いなく酸欠。間違いないです。それぐらいの酸欠を今ジョギングでゆっくりペースで人生で一番の酸欠作ってるんですよ。信じられないですよね。そうです。ただこれ医療機関で使ってるものと全く同じ SPO2 系です。これだけ追い込めてるんですよ、体を。そうなんですね。実際体感はどうなの。全然体感はまあまあまあちょっときついのはきついけど、平地と比べたらちょっときついですね。ちょっときついですね。ちょっとでもその88とかっていうヤバいレベルの感じではないんでしょ。感じではないかな。お疲れ様でした。あ、結構暑かったっすね。暑かった。30分やりましたね。はい、いやなんか昨日4分か4分半くらいでしたけど、はい、なんかすごいちょっと疲れたなって感じ。そうですね。ありますね。ちょっとドット終わった後になんかドット来る感じとかもあるかもしれないですね。じゃあもっとペース速くなったら、はい、一気に来ますよね、多分。一気に来ますね。先ほどあの指の数字最後79まで。そうですね、79で、はい、でこれがですね、80とかを切ってしまうと、はい、もう酸欠が相当強かったんで、ちょっとペース落としていただきましたよね。そうですね、なんか行きそうな感じだったんですけど、ちょっと落としましょうと、はい、なのでもう本日のトレーニングはだいたいキロ4からキロ 4.5 がもう限界ってことです。そうなんですね。意識の中では全然辛くなくても、はい、そこがコーチトレーニングとしてはスピードのもう限界でした、本日は。あー、そうなんですか。それを何度も何度もやっていくと、はい、酸素を取り込む能力が上がっていくんで、そうすると SPO2 が下がらなくなるんでスピードを上げれるようになってきます。あー、そうなんですね、はい、これがもう慣れていくっていうお話になってくるんで、回数重ねたら結構、まあ、体慣れて結構いけるようになるって感じ。いけるようになりますね。あー、なるほど。はい、またお願いします。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、ということで本日は標高 3000m の体験でした。皆さんもぜひ体験してみてください。ということで皆さん見てくれてありがとう、ありがとう。次回もよろしく。バイ。皆さん見てくれてありがとう、ありがとう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。